お一人ずつ役柄のご紹介をさせていただきますので、ご挨拶をお願いしたいと思います。あ、いい、あ、なんか素敵な目ですね。ちょっと目しか見えないですけど、なんか ありがとうございます。あの、短い時間ですけど、あの、よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。皆さんに夏の、今年の夏の思い出をお書きいただいておりますので、まあ、9月もね、はい、9日ということで夏の思い出をそれぞれ伺っていきたいと思います。鈴鹿さんにも発表していただいていいですか。はい、わあ、どうしたんですか。大丈夫ですよ。いっぱい書いて、何書いたんですか。観覧車のライトアップが消える瞬間を見たことです。素敵、めっちゃいいじゃないですか。歌の歌詞みたいですよ。いやいや、めっちゃいいですよ。いや、ただあの、同じ事務所の経典枠っていうあの人が、俳優がいるんですけど、あの2人で夜ちょっとドライブしようって言って、あのレンガのとこ、あの、はいはいはい、横浜の赤レンガのあるとこ行って、はい、観覧車とか船とか見てました。でも本当、いや、あの、夜景を見に行ったんですか。そうですね。いや、夜景を見たかったわけでもなくて、海が見たかった、海が見たかったわけでもなくて、ドライブがしたかった。赤レンガかな。じゃあ赤レンガ見たかった。赤レンガもあんま、そっか、はい。行き着いたとこがそこだったんですよ。そうですね。すごいじゃないですか。ものすごい本能でそこ行きましたね。だとしたら、そしたら偶然ライトアップしてたのが消えて、はい、消えて、うわ、あ、観覧車なくなったって二人で言って。なくなってはない。どこ行ったんだろうねって、なんかそういう話をしたけど、僕もちょっと、あの、なんか六本木のいろいろその撮影とかがあって、六本木の撮影、六本木クラスね、六本木クラスが、はい、あったりとかして、あの、あんまその夏の、夏はね、みんな忙しいよね、思い出っていうのもなくて、ちょっとこんな、でもすごい思い出です、ね、すごい、夏のピーク、いや、なんか、わあ、いや、なんか、俺そばで見守りたいですもん、なんか、いやいや、なんか、いや、なんかずっとこう聞いてて、うわ、自分のしょぼいな、しょぼくない、しょぼくない、むっちゃ、むっちゃいいっすよね。素敵ですよ。いやいやいや、素敵ですよ。このまま歌詞にしたい。本当に鈴鹿くんらしい感じ。本当にいい。しかもなんかもう短歌としても完成されてるという、ね、素晴らしい。短歌になってますか。いや、あの、すみません、そんなことじゃないと思うんだけど。そう、まるで歌詞のように、素敵なね、短い歌としてね。そうそう。はい、ということで皆さんに夏の思い出を伺ってまいりました。皆さんありがとうございました。ありがとうございます。OK 出ました。ありがとうございます。以上でフォトセッション終了となります。ありがとうございました。ではタイトルのパネルお預かりいたします。それではキャストの皆さん、田口監督に大きな拍手をお願いいたします。ご講談となります。夏へのトンネル、さよならの出口、キャストの皆さん、田口